は弁明す坂口安吾先日朝日評論の王子現れ開口一番船橋誠一のところには日に3人の暴力団が参上するよしだがこちらはどうですかというこちらはそんなものが来たことがない来るはずもないではありませんか 東京新聞の Y 先生。なぜなら彼は僕のこの師匠だから、が現れての話でも、世間ではもっぱら上地作家と言っていますが、ご感想いかが、と言う。すると、それから、再会と東海と東京と、三つの雑誌と新聞から同じようなことを言ってきて、私の立場について弁明しろと言う。 弁明などを考えたこともないから、しろと言っても無理だ。朝日評論の王子も弁明をかけという。まるでどうも、私が東京裁判上知部というようなところへ引き出されて、目下尋問を受けているように決め込んでいる様子で、私も恐縮したが、全く馬鹿げた話である。 こう決めつけられては、照れてニヤニヤする以外に手がなくなって、そうかね、私は上知作家ですかなどと言うと、治癒のはずの Y 先生まで、船橋、小田も上知作家と呼ばれることを嫌がりますね。などと取り澄ましている。取りつく島がない。いつだったか、新庁舎の S 青年が現れて、 サルトルは社会的責任を負うと声明していますがあなたはいかがというこの方ははっきりしていて気に入ったから「もちろんだ牢屋へでも何でも入る」と威勢のいいところを見せてソクラテスを気取ったものだじゃああなたも声明を書きませんかと来たから私も奮然として「そんなことを書くのは野暮というものだ」 作家が自分の言葉に責任を負うのは当然ではないですか。決闘して死んだ男もあるですよ。本当かね。あんまり見上げたことではないが、自殺した先生方も多々あるです。僕など生きることしか手を知らないのだから、酒となり肉体となり、時には総州先生のごとく長ともなれば、ここに現実の限りを尽くして、 辛くも生きているに過ぎない。兄牢獄を、縛り首を恐れんや。縛り首は恐れいるけれども、話の景気というもので、ざっとこういう具合にお返事申し上げた。大体サルトルが書いたから、私にも書けとは乱暴な。先日酔っ払って意識不明のところを、 読売新聞の先生方にごまかされて、読みもしないサルトルにつき、一石工場を書いたのが運の月で、改造だの、政治者だの、まだ出来上がらないサルトルの翻訳のゲラずりだの、原稿だの、飛び上がるような分厚なやつを届けて、何時あくまで読めという。これ実に、人泣かせの退屈極まる本ですよ。 街頭で酒店で会う人ごとにサルトルはいかがと来る。まるで私が今サルトルと別れてフランスから帰ったようなありさまだから、私もつい尺に触って、うん、白で。サルトルとシャンパンにカレーの比例を落としておかんをしたやつを頼んだよ。うまくなかったね。しかし、実存主義よりはいくらか清潔な飲み物でした。 などという。すると中には、へえ、白ってのは何ですか君、白を知らないですかプルースト先生行きつけのパリ切っての上品なレストランです。ここでシャンパンを飲んだのは日本人で拙者ぐらいのものですよ、と脅かす。すると、へえ、あなたが、と言って、私の行きつけの 怪しい飲み屋の怪しき構えを改めてじろじろ見回したり、または私の怪しき洋服に目をつけたりする。パリへいついらっしゃったんですかと聞くから、君冗談じゃないぜ。僕は日本にいくらもい,いやしないよ。戦争になってやむなく交換戦で追い返されてきたのだ。実存主義なんて八九年前に 僕がモンマントルの屋根裏で寝言のつもりで言い出して今はもう忘れてしまったんだ執念深く覚えているのはサルとるぐらいなものだぜと言ってあとは管を巻いてしまうという手たらくである作家は弁明を書くべき性質のものではない書くが如くに行い行う如く書き我が生存 我が生き方がそこに捧げられているのであるから、他の何者を恐れるよりも、自我自らを偽ることを恐れるものであり、すべてが現たる自我の責任のもとに書き表されていること、もとより言うまでもない。社会的責任のごとき、へのかっぱではないですか。論ずるだけが野暮であり、 そういう文学以前の問題にかかずらって、一石弁じるサルトル先生も情けない先生だが、作家に向かい、弁明などと注文せられる向きの編集者諸先生は、まずもって、賛賛成せられるべし。諸君は、おののの家において、日常何をしておられるか。思うに諸君、以下、君の中には、 女の方も入れてありますから、は。父であり、母であり、子であり、夫であり、妻君であり、恋人であり、諸君もまた、男女の道を行われること当然ではないか。かかる指示は、これを人前にさらけ出すべきものではなく、礼儀において、常識において、そうであるごとく、 いかなる破壊混乱の時代においても、かかる表出は、礼儀化されぬ性質のものであるかもしれない。貝原駅剣先生は、ただいま傍事中と来客を断られたよしであるが、私はこういう成人賢者は好きではない。こんなところは、何も正直に言うことはないさ。ただいま所用があるからぐらいで十分で、 こういう惨めな正直面は私は嫌だ。文学はこういう芸のない正直とは違う。こういう時には嘘をつく人生を建て前とするのが文学の求める真実です。だが諸君はおのおのの指示において正しいこと自ら顧みて正しいと信ずることを行っていられるか。 諸君は信じておるかもしれぬ。しかし、それが、自ら帰り見ること不足のせいであり、自ら知ること足らざるせいであることを、そうではないと断言しうるや。カトリックにおいては、善人は天国へ、悪人は地獄へ、生まれたばかりの赤ん坊は、煉獄、ビルガトワルへ行きます。 日本では普通、煉獄を地獄よりももっと悪いところのように考えているが、大間違いで、ビルガトワルとは、天国と地獄の中間、すなわち、善ならず悪ならず、無の世界で、赤ん坊は善悪に関せざる無だから赴く。私自身の宗教においては、赤ん坊だけではない。 自ら帰り見て恥なし。などという健康者はみんな煉獄へ送ってしまう。人間の真似をしている人形だから。諸君は夫婦であり、恋人たちだ。諸君は男女の道を、恋人の道を行い、満足ですか不安ではないのですか平気ですか幸福ですか 快楽ほど人を裏切るものはない。なぜなら快楽ほど空想せられるものはないから。私の魂は快楽によって満たされたことは一度もなかった。私は快楽は嫌いです。しかし私は快楽を求めずにいられない。考えずにいられない。諸君は上品です。 指示については礼儀を守って人前で喋らず、その上品さで諸君の魂は真実豊かなのだろうか、真実好奇なのだろうか。すべて人間の世界においては、ものはあるのではなく、作るものだ。私はそう信じています。だから私は、現実に絶望しても、 生きていくことには絶望しない。本能は悲しいものですよ。どうすることもできないもの。不変なもの。絶対のもの。身に負うたこの重さ。こんな嫌なものはないよ。だが、モラルも、感情も、これは人工的なものですよ。作りうるものです。だから、人間の生活は、 本能もひっくるめて作ることができます私は童貞の頃カーマストラを読みアナーガランガを読んだそこに偉大な真実現実の哲理が語られているかと思って何本よりも熱意に燃えて読んだほどだった私は近頃発見になったという 良きだの、デカメロンだの、赤と黒だの、リベラルを読む人々が、健全にして、上品なる人種よりも、歪説だとは思わない。私も、もし、カーマスッタラを読んだ頃の、この現実に絶望しない童貞の頃だったら、真っ先に、これらの雑誌を読んでみたに相違ない。不幸にして、今はもう、 読んででみる気にもならならいです。私の方がよっぽどその道の達人なんだから少なくとも私は退屈しているのです春本を読む青年子女がわいせつなのではなく彼らをわいせつと断じる方がわいせつだそんなことは決まりきっているよ君たち自身 わいせつなことを行っている。自覚している。それを夫婦生活の上道だと思って安心しているだけのことさ。夫婦の間ではわいせつでないと思っているだけのことですよ。誰がそれを許したのですか神様ですか法律ですかアホらしい。許し得る人はただ一人ですよ。 自我肉体に目覚めた青年たちが肉体について考え、知ろうとし、憧れるのは当然ではないか。隠すことはない、読ませるがよい。人間は肉体だけで生きているのではないのです。肉体について知ろうとすると同じように、精神について知ろうとし、 求めようとすること、当然ではないですか。良機デカメロン等々を読ませた方が、そういうものに退屈させる近道だ。読まなければ空想する。そしていつまでも退屈しない。読ませれば、純文学のケチなエロチシズムなどには、鼻も引っ掛けなくなるから。文学は鈍化され、文学の書き方も、 読み方も正しくなり、坂口安吾はエロ作家などという馬鹿げた読み方もしなくなるだろう。舞台でも、そう。露出女優や露出ダンスが氾濫すれば、芸術女優の芸術的エロチシズムは鈍化され、高められる。露出だのワイホンなどというものは、たちまち飽きてしまうものですよ。 禁止するだけ、むしろ人間を、同胞を、侮辱しているのです。そういう禁止の中で育てられた諸君こそ、不具者で、薄汚い歪漢で、鼻持ちならない成人なのだ。人間は本来、もっと高尚なものだよ。肉体以上に知的なものですよ。露骨なものを勝手に見せ、読ませれば、 ちまち相手諸君のような外観は遠からず地上から後を絶つ肉体なんか退屈ですようんざりする退屈しないのは原始人だけ知識というものがあれば退屈せざるを得ないものだ快楽は不安定だと言うけれども犬だの野蛮人の快楽は 不安定ではないので、知識というものが不安定なのです。結婚するなら、肉体に退屈してからやりなさい。い,いな、結婚ぐらい、何べんやり直しても良いではないですか。退屈するまで、やり直しなさい。もっとも、やり直すのが面倒くさかったら、やり直す必要はないです。 これまた見上げた心がけだな。本当に、めんどくさかったら、ね。女房を追い出すのは面倒だが、会社へ行くのは面倒ではない、などというのは、インチキですよ。徹底的にめんどくさいという人は、多分、一番偉いんだろう。そのくせ、飯を食うなんて、どうも、嫌だな。 失礼しました。私は全くダメです。なぜなら、私は教師ではない。私は生徒です。そのくせ、一条のお説教に及んだ度胸は浅ましい。私は、ただ一個の不安定だ。私はただ探している。女でも、心理でも、何でも、よろしい。ご想像にお任せする。 私はただ、確かに探しているのだ。しかし、真理というものは実在しない。すなわち真理は、常にただ探されるものです。人は永遠に真理を探すが、真理は永遠に実在しない。探されることによって実在するけれども、実在することによって、実在することのない代物です。 真理が地上に実在し、真理が地上に行われるときには、人間はすでに人間ではないですよ。人間は人間の形をした豚ですよ。真理が人間に餌をやり、人間はそれを食べる単なる豚です。私は日本伝統の精神をやっつけ、物の哀れ、錆び、 有限の精神などを否定した。しかし、私の言っていることは、真理でも何でもない。ただ時代的な意味があるだけだ。やっつけた私は、やっつけた言葉のために、欺瞞を見破られ、論破される。私の否定の上において、再び、物のの哀れは成り立つものです。 弁償法などと言う必要はない。ただ、当たり前の話だ。人は死ぬ。ものは壊れる。法上期の先生のおっしゃる通り、壊れないものはない。元より、私は、壊れる。私は、ただ、探しているだけ。何時、なぜ、探すか。 探さずにいられるほど偉くないからだよ。めんどくさいと言って、飯も食わずに永眠するほど偉くないです。私は探す。そして、ともかく、作るのだ。自分の精一杯のものを。しかし、必ず、壊れるものを。しかし、私だけは、 私の力では壊し得ないギリギリのものを、それより他に仕方がない。これが世の順風良俗に反する過度によって裁かれるなら、私は順風良俗に裁かれることを意図しない。私が私自身に裁かれさえしなければ、多分人間も私を裁くことはないだろう。 私はここまで書いてきて、やめるつもりであったが、世は弁解しない、などと言って、結構弁解に及んだ形であるから、奮然として、ペンを握った。今はもう、世が明けるところです。私はもっか、長編小説に没頭しているのだ。だから、約束した諸法の原稿を全部お断り願い、 延期していただいたという次第なのに、朝日評論の王先生だけ、ガとして、実に彼は岩石です。女の子も、これほど釣れないものではない。おかげで私はヒロポンを飲み、規則延々。しば実に、二日目ごとに四回、霊人の死者を差し向け、最後に、ついに、死い自ら現れて、 脅迫されるに及んで、私も泣いた。これ実に本日白昼の出来事です。大悲劇です。私は聖徳太子ではないのだから、頭は一つ、手は一本。ペンを握る手はですよ。両手は利かないよ。昨日は昨日で、東京新聞のタロちゃんなる重役先生が、 何食わぬ顔をして、世の仕事ぶりを偵察に来て、えへらえへら帰って行った。私もついに探偵に付きまとわれる身となって、近頃は心臓が心細くて仕方がないのだから、私は弁解などは断じて嫌だというのだが、環境の悪化のせいで、ダメでした。ちょうど一番電車が通ったから、 私も一つこの辺から大構勢に出てやろう。夜明けはある、私にも。多分、あるでしょう。私は希望に生きるですから。小説を読むなら、勉強して、偉くなってから読まなければダメですよ。陸軍大将になっても、偉くはない。総理大臣になっても、偉くはないさ。 偉くなるということは人間になるということだ。人形や豚ではないということです。小説はもともと毒のあるものです。苦悩と悲哀を母体にしているのだからね。苦悩も悲哀もない人間は小説を読むと、読者に噛まれるばかり。読む必要はないし、読んでも無駄だ。 小説は劇薬ですよ。魂の病人の催眠薬です。病気を根治する良しもないが、一時的に慰めてくれるおもちゃです。健康な豚が飲むと毒薬になる。私の小説を歪説文学と思う人は二度と読んではいけない。あなたの魂自身が、 魂自体の故郷を探すようになる日まで。私の小説は本来おもちゃに過ぎないが、君たちのおもちゃではないよ。あっちへ行ってくれ。私は、もう、眠い。